標識遺跡あるいは標準遺跡は考古学上の遺構、遺物またはその一元となる関連性の集合として定義される特定の形式、形式、様式、あるいは年代、文化期、文化層の命名、簡単に言えば時期区分命命名の契機を与えた遺跡、あるいはその基準となる遺構、遺物が検出された遺跡自身のことを言う。 しばしは長い時代にわたって営まれた遺跡が基準とされ、標識遺跡になることがある。標識遺跡は、普通、学史上の重要な遺跡になるので、時間が経つにつれ、研究が進化すると、その形式などの命名にふさわしくないことが後に、判明しても混乱を避けるため変えないことが多い。例えば、日本の関東地方の縄文時代については、土器の文様の変化が、形式。 次期区分名を決める基準になる。宇城縄文と呼ばれる前期の土器は、埼玉県蓮田市の関山貝塚から、関山式、黒浜貝塚が黒浜式と命名の基準となった。東北地方では、仙台市の隣にある七ヶ浜町の大木囲い、貝塚が長い年代によって営まれたことから、幾層にもわたる土器群の大木1から10式の形式名の元となり、 東北地方北部の縄文番記を象徴する亀ヶ丘文化の標識遺跡は岩手県大船渡市の大洞貝塚である。早々起草期前期中期後期番記瀬戸・美の地方はさなげかマート群で知られる古代から続く一大洋行地帯であり、古代については1961年に奈良崎昭一の発表した変年以来近世については、 井上菊夫が1976年に発表した、変年以来、標識となる良好仲間の一括遺物からいわゆる釜式変年が採用されてきた。そのため末期、海遊陶器及び緑遊陶器などの時期、山茶湾については、釜式変年の標識となる釜跡が標識遺跡となっている。 なお、近世以降の連合式のぼり釜の変年については、1 9九十年の奈良崎正一の変年以降は、標識遺跡となる釜跡を時期区分に当てはめる傾向になり釜式変年の要素は弱まっている。七世紀の末期釜跡八世紀の末期、次期釜跡九世紀の末期、次期釜跡10世紀の末期、次期釜跡十一世紀の末期、次期釜跡近世未の,のようにおける。 変年金星瀬富のような変年においては、井上菊夫が1976年に発表した変年は、17世紀を元屋敷久保金用、西安寺用によって区分する鎌式変年であった。その後、1984年の田口正造が、標識用を新旧関係ごとに5期に並べる変年を提示した。最近では、1989年に、 藤沢良介による瀬戸洋の研究で前期を、愛期、同様に中期を、数期、後期を、スリー期として、さらに全体を11小期に細分する変年が提示され、大きく1668年までを、前期、1772年、内七75年までを、中期、1868年までを、後期と笑えるようになった。美のようにおいては、 奈良崎昭一が1990年に発表した変年において、前期を愛期と通期に細分、後期を法期と部期に細分して、それぞれの標識用を当てはめる変年。さらに1994年に田口翔三が連邦愛から連邦部位に区分し、それぞれの標識用を当てはめる変年となっている。田口翔三奈良崎昭一マヤ文明、EG 線古典期中期後半。 先古典気後期、古典気前期、古典気後期。ありがとうございます。